は進撃の巨人のガチャガチャのねコンプセットを購入しましたので、早速ね開けてみていきたいと思います。待ちぼうけ進撃の巨人です。まあ、待ちぼうけっていうのはね動物に始まり、最近だとクレヨンしんちゃんとか、まあ他の仮面ライダーとかね、まあいろんなものとコラボしてたりとか、あとね最近だとパンとかあったね、パンの待ちぼうけとか、あとまあイウマ生物っていうのかな、未確認生物体の待ちぼうけシリーズだったり、まあとにかくいろんなね、キャラモンだったりとかいろいろコラボしてたりもするんですが、ね、まさかの進撃の巨人です。待ちぼうけシリーズって300円だったんですけれども、まさかのキャラクターものはね400円というねちょっと高めなんですね。挑発バージョンのねエレンのフィギュアはなかなかレアな気がします。待ちぼうけシリーズのねこのちょっと悲壮感といいますか寂しい感じっていうのがねすごくよく出ていると思います。はい、お次はミカサ。ミカサといえばマフラーということで、ちゃんとマフラーしています。はい、制服もね新しい制服になっていてめちゃめちゃいいですね。思っていた以上に二等身感が強いですね。顔がでかすぎる。そしてお次がアルミンですね。今回のフィギュアの中で一番可愛いかもしれないアルミンが、もう女の子のような可愛さを持っているなって感じで、お次は大人気リヴァイですね。はい、リヴァイはまさかのみんな結構体育座りをしているんですけれども、リヴァイはね足を開いてますね。ちょっと偉そうな感じが出ていていい感じ。そして髪型もねなんか韓国風なのかな、なんだろうね、結構可愛くなってますね。そして今回ラストはハンジさんです。いや、ハンジさんも可愛いですね。いいですね。進撃というこのキャラがね待ちぼうけしてるっていうのもね、まあそれなりにまあなんか理由がわかるというか、このコラボはね結構正解だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。すげえ可愛い、可愛すぎてもはや誰というねレベルではありますね。まあ一番違和感があるのはやっぱりミカサかな。ちょっとなんだろう、目がでかすぎるからなのか、なんか髪型のせいなのか、なんというかあんまり言われなきゃミカサに見えないというか、まあ、マフラーしてるからミカサかって感じですけど、今回ね400円ガチャということで、これはねダブったらちょっと厳しいということでね、初めから全部欲しかったのでねコンプセプトを購入したんですが、いや、やっぱり買ってよかったですね。可愛いです。進撃は来年かな、アニメまたスタートするんですけども、本当に楽しみで、これもね一緒に並べてねテレビを一緒に見たいと思います。待ちぼうけの、ね、第2弾でジャンとコニーとか、あとはマーレ組とかをね追加したものをね出してほしいですね。出るんじゃないかな、ちょっと期待して待っていたいと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。